はい、いよいよね、僕は準レギュラーやってきまして、6年ぐらいやったかな。有吉 AKB がいよいよね、もう発表されましたけど、2月の段階で、最終回ということで、非常に僕は悲しく思っております。他にもですね、結構また、これね、3月末にはまた発表できる、もう一つ、ゆかりの深い番組の最終回ということで、ちょっとね、僕のね、仕事の内容だいぶ入れ替わってる時期です。まあ、春ですね。卒業シーズンということで、山口敏太郎の日本大好き。こんにちは、南部一子です。こんにちは、水木奈です。はい、山口敏太郎です。出た、山口敏太郎が出る番組は終わる説出た、ついに出た、来たか。これはいつか終わるやろ。ものすごい嬉しいぞ俺は。嬉しくないよ、あかんあかん。いやでもアグレッシブは7年やって、有吉 AKB 6年やろ、言うてもてるやん、うん、アグレッシブは去年あ、じゃあ終わった終わった。で、3つ目のその番組、3つ目はまだ公表してない。うん、いやでもまあ大好評のうちにね、いろんな事情でっていうこともありますから、うん、大概でも俺準レギュラーかレギュラー出た番組は7年とかつくぞ。7年、うん、逆の説を持ち出そう、うん、NMB と学ぶくんなんてもう4年続いてて俺最多出場、うん、なんかアイドルさんとの絡み多いんですね。多いな、ね、なんか多いわ、うん、ほんで あれやもんね、釘付けはもう最高視聴率 16% やった。すごい、うん、だって日曜日の11時40分から関西だけ、関西と名古屋と福岡だけで、うん、あ、そんなに撮るかな。あ、関西の日曜日は楽しいんですよね、テレビね。そっか、そうなんだ。ちっちゃい頃からずっと見てる。もう古くは吉本新喜劇なんかもね、日曜日の昼なんですよね。日曜か、日曜ね、関西の日曜日のテレビってね、そ, う、そうなんです、そうなんですよ。ふんわか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 とかです。そうです、この曲知らない、新喜劇のテーマです。あ、そうなんだ。ふんわかかっかんっていうやつ、ね、あ、でもなんか聞いたことあるかも。チャララチャララララって、週末はこれですわ。そうです、そうです。いやでもだからね、結構ね、意外とね、関西のおばはんってね、うん、結構こういうの見てるんですよ。そうなんだ。で、昼過ぎになったお父さんがちょっと委員会系の番組を見て、政治的な議論をやる。だっていまだにね、うち実家にたまに連絡したらね、うん、おとんとかはね、うん、お、ビンタロー出とったぞって言ってね、関西はよう出とるやないかって言うねんけど、かなり上から目線めっちゃ見てるんですよ。まあまあ視聴者ですからね。おもろいぞ、そう、おもろいぞ、おもろいぞって言うとったんですからね。まあまあでも大好評のうちにということで、そうやね、いいじゃないですか。いろいろ、何ですか、うん、いろいろありましたけどもね。いろいろありましたね。うん。ここ数ヶ月。うん。そうです、そうです。そうやね。青梅でまた町おこしあるからね。これどういうことですか、うん、これね、なんか去年、つぶれやプロがやった怪獣スタンプラリーってね。はい。あったあった。あれめっちゃ好評だったらしい。で、東京都と青梅市が話をして、妖怪が青梅にいっぱいおるから、うん、まあ、おるからってこれが全部古い書籍から見つけたりしたんやけど、うん、で、青梅で妖怪のスタンプラリーをやろうと。で、A コース、B コースで作って、うん、で、僕の妖怪コレクションで、まあ、事務所とか家に置いて、博物館に出してなかった浮世絵とかも入れて、うん、これはね、展示会自体は8月の末までやって、はい、でね、これ放送の時点では、ちょうど終わってるかな。ちょっと終わっちゃってるけども、まあ、スタンプラリーがあったと。うん、そういうことやね。昭和レトロ商品博物館にてミニ山口敏太郎展開催中。今開催中なんですか、うん、まあ妖怪博物館出張バージョンみたいな。へ、うん、ちょっと100点ぐらい持ってきました。あ、そうですか。何、ちっちゃい小太りのおっさんがぶわー並んでるイメージしかなかった。ミニ山口敏太郎。ミニ山口敏太郎展。怒ったミニ山口敏太郎。笑ってるミニ山口敏太郎。500ラガみたいな。ちょっと面白い。まあ、妖怪博物館の別館みたいな。のちっちゃい版。まあ、ちょっと、こんなもん展示してますね、みたいな。あ、じゃあちょっと持ち込んでやったりして。お化けの浮世絵とか、お化けの和本とかね。で、幽霊画とか、そういうの見て、ちょっと楽しんでやったんで、今月、まあ、今年の8月末までやりますね、と。いう感じ、ね。8月末までやってるんですね。青梅、青梅好きですもんね。青梅からも愛されてるし、青梅はね、あれにとっても知り合いばっかりやしね、うん、俺だから5年前かな6年前かな初めてこっちに来て、うん、初めて
タートルカンパニー所属っつって、青梅でロケしたのが最初の思い出です。あの、小倉治っていうもう頭のおかしい脚本家がおってさ、小倉治さん、頭のおかしい監督がおってさ、あいつにめっちゃこき使われてさ、あれ未だに腹立つもん。会うたんびに怒鳴るもん、俺も。怒ってたから。小倉っていう。今でもそう。今でもそう。まあでも、青梅自体はすごいいい街なんですよね。レトロな看板があってね、映画のね。雰囲気はあるよね。やっぱりたまに観光で行くのはいいでしょう。そう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 。あそこすごいいい街。またやりますか、やってますか。まあね、ほんで、ちょっとね、今年の青梅アートフェスティバルっていうのは、アートをテーマを決めてアートをやる、まあ、2万人ぐらい来るイベントがあるんですよ。でね、毎年例えば今回は例えばアイスクリームとか、今回は漫画とか、今回は野球とか、いろいろテーマ決めようね。今年はね、妖怪でやろうかって話になってて、今年妖怪か。で、あの絵描きの人が来て、絵を描いたり、こう筆で描いたり、あるいはこの暗黒舞踊の人が踊ってたりする。結構おもろいよ。むちゃくちゃないよ、何でもいい。暗黒舞踊って何でしょうね。あの白塗りの人おるやん、三階塾とか。はい、あのこの人がこなして体でこの嵐を表現しました。寺山さん、修二さん的な。寺山修二さん的な。うん、なんとなく芸術かなぁと思います。白塗りってありますよね。ある。いまだに。白塗りしただけでちょっとアートっぽくなるもんね。あとね、金粉。金粉。絶対あるよね。金粉ね。あの、だから、ユートピアのあの人がやってたね、金粉賞。そうなんですか。それこないだあれやんか、ノンフィクション番組でやってたやつやねんか。あの、でもやってましたね。面白かったっすね。あの年で金粉やるってすごいっすね。すごいですよ。やっぱ芸人やわ。やっぱ芸人すごいっすね。死ぬまでやるんやな。死ぬまで芸人。あれ面白かった。あれ面白かったですけどもね。中村雄二さんと一緒にやってたね。やってはりましたね。どうも俺、中村雄二さんと一緒にライブやってた。お、マジか。北柴さんと、北柴健さんと雄二さんと、俺と、あと、まあ、北沢ちゃんとグラビアアイドルが何かおって、うん、で、北芝さんのライブだったんよ。あ、そうなんですか、呼ばれたんですね。で、僕とユージさんが呼ばれて、ユージさんとなんか北芝さんが仲良しらしいんで、うん、でも、あることないこと、わー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 面白いですよね。寒い日に、秋葉の外れで、寒くて俺死ぬかなと思って。いやいや、大ベテランさんでね、さすがっていう感じですけども、そうですか、そうですか。あの、ちょいちょいでも、山口さん、これ、まあ、書いてないですけど、テレビ出てますよね。ちょいちょい出てるよ。ね、出てますね。あれ、なんなんですか？なんなんですか？俺が見てる番組にまで出てくるのやめてくれません？知らんから。お前が何言うのか知らんから、俺。いや、なんか、ちょいちょい UFO とかの話題に行ったりするじゃないですか、バラエティとかで。ほんで研究家とかやってね、まあ、汚いうちが映るんですよ。大体ここやね。じゃあ、前の事務所やろ。いやいや、ここでした。外見ですか？最近、最近。どの番組？外見じゃないです、中っす。山口さんがおって、もう背景がここの背景。行ってきゅうか。いや、じゃあな、いろいろありました。何回か見ました。ダウンタウンデラックスも出たよ。いろいろだからそういう V 用には撮ってるんですね。結構出てる、うん、ダウンタウンデラックス、あとあのあれあのテラスの何だったっけ、うん、なんとかお願いランキング、あお願いランキング、あお願いランキングも出た、うん、いろいろ出てるわ、マツコの知らない世界に出てからやっぱり評判高いよね。大体だから山口敏太郎か、あのムー編集長、そうですね、ああのサングラスかけとうな、グラサンさん、ねえ、三上さん、三上さん、大体三上さんか山口敏太郎か、たまに竹本涼が出てくる、その3人、おー竹本さんや、たまに酒飲んでる人やと思って、そうそうそう、酔っ払うとこの今三大巨頭じゃないですか。そうですね、割とそうやな、 UFO だの心霊写真だの、俺がね、ちょっとあのあんまりちょっと割とコミカルすぎるのは断るんよ、うん、あのちょっといない、あのなんかちょっとボケてくれみたいな感じで、俺ちょっとボケるキャラちゃうからみたいな、あの、関西の番組では俺ボケるでとは言ってるけど、東京では俺ボケるキャラちゃうよ。山口さんなりに仕事をじゃあ選んでるんですよ。断ってるもん、随分。断って誰が出るかなって見てると、ムーの編集長が出るかな。ムーはまるで自分が断った仕事をあそこは受けるみたいな。いやいや、だってキャラが違うから、守備範囲が違うから、俺は割と UFO これ嘘ですわとかね、あこんなんこんなん取り間違いやかなとか言うから、言うてまうから、そういう言うてまう人でしょ、だから嘘のままいける人、
それを言わないキャラはムーの編集長。竹本涼とかムーの編集長はそれ言わない。うまくぼかすんですかね。うんうん、まあ、キャラが違う、ね。いや、俺はぶっちゃけキャラやから。ぶっちゃけキャラ入ってますもんね。いや、否定されたら困りますっていうのを持ってこられると、いやいや、これは飲めぬわっていう感じだよね。うん、あ、自分のキャラが崩壊するから、いや、もう明らかにだって、あの、UFO じゃない時あるじゃないですか。もちろん。あります、あります。これは言えんぞって。これは言えませんっていう時もあるもんね。うん、で、否定してもよければ俺出るけどって、ダウンタウンデラックスなんか俺無視って言うとかいいかって、うん、いいですよって読売テレビと連絡して、もうぶっちゃけから本場の話がせんでる人はさあ、浜ちゃんが突っ込みやすかったから、あ、もう無視って言ってくれた方がダウンタウンさんが突っ込みやすいですからとね、芸能人さんが撮ったやつをもうぶった切っていくわけで、そうだ、山内みたいなコメントは良識がちょっとだけ残ってるのよね、ちょっとだけ残ってる、他の人ないんですけど、うん、もうそれはだからその人の芸風やからええんちゃう、芸風って正直そういうことやね、うん、どこまで言うかっていうの、まあ、まあね、虫だと分かっていても UFO だって言えちゃう人もいるからね。まあ竹本さん、うん、もう比較的優しく言うからな。優しくね、うんうん。俺はちょっとでもこれはきついわってなるもんな。うん、まあプロレスやから、うん、ある程度は飲むんやけど、うん、で関西でやるとみんなボケてはるんやなって分かってくれるわけよ、はい。釘付けで俺が実は人類は滅亡するのですって言っても、うん、みんなあおもろいおもろい、今週めだおもろいよなってなるんやけど、うんうん、東京の人があの関西に転勤して釘付け見ると、りんたろーさんが言ってるってことは街なんかいなというわけよ。東京風にあの分かってしまうから、そういうこと解釈してしまうから、うん、でもツイッターで聞かれるマジやんみたいになってまうと、じゃあか結構精度が高いってことですかなってツイッターで聞く、うんうん、マジガチになっちゃうね。でも確かに UFO とかオカルトって東京的やなってすごい思いますよね、うんうん、そうかもね、うん、でも結構ねテレビの関西と関東のテレビの違いが分かってる人がおって、うん、あのテレビあの東京のテレビって割とめくりとかな、うん、そういう情報を中心でいくと、はい、で関西の番組で情報よりかそのプレ喋る人のキャラを中心でいくと、はい、うん、だから釘付けはなんかこうとうとうとその専門家喋って落としにかかるからおもろいって、うんうんうん、あと関西の番組はね、あのね夜の番組になればなるほど露出度の高い女の人が何の意味もなく立ってることが多い水着なんでっていうミニスカートとか、うん、すごい好きなんですけどね、そうね、いやもうそれはサンテレビから続くでそうですね、うん、伝統ですからね、じゃあ、水木さん趣旨お願いいたします、はい、この番組は21世紀の日本のカルチャーや民族学をオカルティックに解釈していく傍ら、タートルカンパニー所属の面々が自由気ままにトークする番組です。なおこの番組はラジオサンキュー、FM ビザン、FM ワッチ、FM 浅草、他 YouTube、iTunes ストア、他で放送しています。過去の放送は YouTube、iTunes ストアでご視聴いただけます。番組公式 Twitter はアットマークビンタローアンダーバー日本、お便り採用された方には特製ステッカーを差し上げます。山内ビンタロー的にはどうですか、うん、もっとタレント化したくないの？誰が？自分を。もうええわ、しんどいもん。やっぱサッカーとしてやっていい、うん、もうこれぐらいでええわもうええ。ああそう、あんまりないよくないもんね。マジですか？これぐらいのペースでええわ。これから油乗っていくかなと思ってたんやけど、このまま現状維持で現状維持これ以上上に行かんでもええし、うん、ああそうですか、うん、ねえ、なんとなくこのままずっとおる感じがあるから、うん、いやいや、ゆくゆくは冠番組とか持ってくださいよ、うん、しんどいだろ。山口敏太郎の気使うし、気使うよ、うん、めっちゃ気使うと、何もかも背負わないかんし、そう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 、数字悪かったらお前のせいやみたいな、みんなから悪言われるし、うん、頑張ってんのに先般扱いされるからね失敗したらそう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 、もうそんなリスクはもうこりごりよもうええんだ、いろいろあるんでしょうけどね、まあまあ、頑張っていこうかということで、はい、じゃあ今回も盛りだくさんでお送りしたいと思います、はい、はい。山口敏太郎の日本大好き、僕は明け方中島みゆきを聞きながら涙を流しています。山口敏太郎に聞け。阿波遍路そば美山、徳島の観光名所阿波踊り会館の5階にて営業中。本格的なおそばを味わえるほか、そば打ち体験、手打ち学校美山も大好評。そばを打ちながら友達と知り合えるそばコンも毎月開催中。電話番号は 070-5683-6052、 阿波遍路そば美山に来てくださいね。
山口敏太郎です。徳島名物阿波遍路そば、みんな徳島に来たら阿波遍路そばを買うてや。肩こり、腰痛、膝、首の痛み、体の不調は新橋のゴッドハンド新運動グループへお越しください。ニュー新橋ビル3階、健康プラザ新運へどうぞ。電話番号03-3597-8755、営業時間は10時30分から23時まで。新リンパマッサージがおすすめです。気の合う仲間とイベントを楽しむアウトドアサークルプレジャー、会員数は男女半々で約100名。バーベキュー、ドライブ、ダーツ、テニス、ライブから飲み会まで楽しいイベントがいろいろ。アウトドアサークルプレジャーはストレスを発散できる、誰もが気軽に遊べるサークルを目指します。年会費、入会費は不要、イベント参加費のみで参加いただけます。様子見も大歓迎。一度きりの人生だから、みんなでワイワイ楽しみましょう。アウトドアサークルプレジャーで早速検索よ。iPhone 無料アプリ、オカルト情報満載のオカルト目次録。山口敏太郎が監修する渾身のアプリ。毎週1回更新、12万ダウンロードの人気アプリをゲットしよう。オカルト目次録で検索。あなたは信じられますか？ラジオネーム匿名希望さんからのお便りです。はじめまして、最近、世界で一番長生きした人は日本人という話を聞きました。何でも江戸時代で百姓の万平という人物が242歳まで生きていたとのことですが、一体どこまで信用できるのか見当がつきません。なぜなら242歳ということでも信じられないのに、家族とその奥さんまでもが長生きで、挙げると主人の万平242歳、妻221歳、196歳、その妻193歳、孫151歳、これ読んでていい お便りですかこれ大丈夫、その妻139歳といった塩梅です、仮に突然変異で一人だけやたら長生きというのは分かるんですが、奥様でも、っていうかまあ一家ですね、長生きだったとはとても信じられません、記録間違いということもあると思いますが、実際人間一人が生き続ける限界値は何歳までなのでしょうか、教えていただきますと幸いです。オカルトとは違うかもしれないな、これはね。ね、これは本当ですか？いや、あの一応記録は知ってるよ、百姓の万平は。まあそういう人がいたと。いた。これはその物語ではなく、物語ではなくて都市伝説、記録にある。記録にある。記録に残ってる。だからそれが理解できないんだよね、今の僕らの考え方では。ただ記録だけだったらインドネシアにも確か160何歳のおばあちゃんが生きてたりして。各国いますよ、ロシアとかにも170歳近い人がおって、でもそれは ほんまかどうかわからんもんね、だから今160歳、170歳の人がおったら、龍馬と知り合いやって、そうですよね、いるはずだよね、これだからさ、数え方とかにもよるんじゃないの、豆まく時のほら、豆を食う数って、なんかちょっと誤差がありますやん。わかります、何歳で何個、例えば、20歳で20個食うんじゃなくて、こう数えたら25になるとか、なんかそういう数えとか。そういうのがあるかもしれないね。で、ひょっとしたらこれ、代々襲名してるだけなんちゃうかなっていう。例えばそのね、落語家さんの名前を3代目、4代目で継承していくでしょ。万平、だいたい昔の農家って、代々同じ名前で、三代目五平とか言って、全部同じ名前とかね。足していってる。だけちゃうかなっていう気もしないでもないし、ただ、どうなんかな、人間自体は120歳までは、大還暦って言うんやけど、生きれるものらしいんですよ。本当に全て健康に気を使っていれば。で、あと、実際ね、さっき、まあちょっと、オフトークで言うたかな、なんかこの細胞の自由になる、取り替え、全部取り替えが効くようになる。なれば200歳はいけるって話はあるよね。だって胃の調子悪くなったら、じゃあ胃を取り替えようか、で自分の細胞から作って胃を作っておけばいいし、でだからそういうパーツの取り替えが効くようになったら人間は200までは硬いと、まあ自己死とかそういうのがなければね、っていう話があって、あとテロメアってあるんですよ、でテロメアっていうのがまあ
細胞分裂の回数を制限していて、うん、それがちびてくるともうそれ以上分裂できなくなって老化して死ぬんですよ、うん、へえ。だからそれはね、ちびない薬がね売り始めたね。へえ。ネットで、まあ、商品名は言いませんけども、うん、アメリカの方でアマゾンで買えますよ。だからそうなんですか。で北芝健さんはそのね、それ使ってるんですか。使ってるんですよ。それを飲んでるんですよ。その商品名は言いませんけど、北芝さんだって、はい、ね、年齢言うと怒られるか言わないですけど、若いですよね。めっちゃ若いですよ。ツヤツヤだし。野間さんのお父さんお母さん年上です、はるかに。あ、それは驚きだ。年上かな、た確か年上かいし。本当ですか、驚きだ。それはお父さんおいくつでした。71です。あ、若干したかな。あ、しかも若干、若干、うん、若干したに見えます。いやもうちょっと若く見えますね。おかしいでしょ、うん、ってことはその薬が効果あるんでしょうかね。でもめっちゃ高い、うん、一瓶数千もするから、うん、そんな毎日飲んでたらあっという間なくなるから、うん、まあ毎月数万円投資しても行きたい人はそれやると、そのテロミアがちびていくのが制御されるんです。へえ。ってことはずっと分裂ができる。そうなんですか。あと、まあもっと人間のこのデータをネット上に移植するって話もあるみたいですよ。でサイバー空間で永遠に生きていくって。あ、サイバー空間で生きていく。ノアさんの情報とか全部データ化してネットに移植するんですよ。はい。そうするといつでもノアさん呼び出すと、はい、こんにちはって。意識はネット上にあるってこと。意識、でも知識の情報だけがネットにあるんです。ああ、その情報の塊に意識が芽生えるかどうかはまた別なんです。ああ、だからその時点で双子になるんですよ、分裂して。もし意識があるとすれば、うん、で野間さん実はこんなことがあってね、ああ、それはこうした方がいいよって、なんかこうアドバイスしてくれるんですよ。だからなんかアメリカの金持ちなんか自分の情報とかデータとか喋、うん、ってる声とか全部登録するんですね、うん、え、第二の自分をネットの中に生かすと、例えば孫とかひ孫が、おじいちゃん俺大学落ちたんやどないしたんやって言うと、うん、そうか、それはこうしたらいいよっておじいちゃんが教えてくれるんですよ。ああ、面白い。でもそれってでもデータの塊ですよね。はいはいはい。細胞の塊かデータの塊かだけの違いで。実在ではない。でも、細胞の塊に魂が宿るとすれば、うん、データの塊に魂が宿ってもおかしくないでしょ、うん。いや、そもそも僕らが生きてるこの空間ですら実はデータの塊なんじゃないですか。うん、マトリックスみたいですね。になっちゃうことが、うんうん、今後あるらしいです、うん。この世界がリアルかどうかもわからないかもしれない。だから歴代のおじいちゃん、うん、おばあちゃんを全部オンライン上で呼び出せるような時代が来るかもしれないですよ。で、そういう、だからね、あのテロメアをちびなくすれば可能性があるかなと。ただ泉重千代さんが120歳まで行ったっていうけど、はい、あれは嘘じゃないかという説があって。そうなんですか。実は重千代さんに お兄さんがおって、うん、お兄さんの戸籍、お兄さんが死んでその戸籍をそのまま弟が流用してるから、あ、実際亡くなったのはもっと110歳ぐらいだったんちゃうかと。120ってね、お兄ちゃんの年齢を足しとるんちゃうかという説がある。だからこの万平さんも誰かの戸籍、この人のおじいさんとかひいごじいさんの戸籍を利用してそういうふうに言うてる、うん、本当は4代目万平さんではないのかなと、うん、孫なんかも全部、うん、うん、あのだから誕生日なんかでもうちのおとんそうですけど、うん、1月1日なんですよ。へえ。おばあちゃんがね言ってましたけど、いや別に1月1日に生まれたわけじゃないよっていう。ああ、そう。ああ、昔はそうやな。で12月の何日かやったけど忘れた。まあ演芸から1月1日にしたんやみたいな。あ、そうなんだ。そういうのがまかり通ってたというかね、うん、その時代はね、うん、そういうのがまあ例えば10年20年単位であるとすると、うん、その話10年20年今生まれたことにするっていう。そうそう、20歳ぐらい経ってからものすごい経つ。いや、うん、でも俺ね、ヨウシンウンさん、あのマッサージの先生、はい、ヨウさんっていう人ね。ヨウさん誕生日2つあるって知ってました。分かんないです。でヨウさんって今もうヨウさん今年還暦。あ、そうですか。ヨウさん還暦。還暦、若いでしょ、あの人。若い。あの、で、ヨウさんが、10年ぐらい前かな。うん、実は、ヨウさん誕生日いつよって聞くと、9月だよって言うから、うん、あ、そりゃ、乙女座だねーなんて話してて、うん、で、半年ぐらい経ったらね、本当の誕生日が分かったとか言って、うん、4月だったんだよ、本当は。へぇー。で、それどういうことって言ったら、なんかあの、誕生日とかあんまり気にしないんだってね、中国って。中国は。で、親に聞いても、いつだったか分からんって言ってて、うんうん、それで昔の詩が出てきたら実は4月だったから、
大人になって日本人ってよく誕生日とか聞くから、うん、聞きますからね、9月っていうのは自分で作った誕生日だった。へー、だから本当の誕生日が判明したって話を聞いて、そんな感覚なんやと思って、うん、だからそうそうそう、アバウトな、アバウトですね。そうなんですよね。もうそれはそれでいいと思いますけどね。今ちょっと細かいとここだわりすぎやと思うわ、うん、そうね、確かに。でも最近はな、俺血統書、うちの犬の血統書見たら犬の誕生日やって分かるよ、うん、時代にもうちょっと緻密にしといてよっていう、うん、まあ、時代かな。時代やな。時代によるんじゃないかね。展開案ってね、いつも書いてるんですけどね。うん、はい。パーソナリティの皆さんは、長生きしたい？それともしたくない？って書いてあるんですけど。こんなこと喋らんでええやろ、別に。中澤がしたいしたい言うてねえよ。なんでだろう。中澤不老不死目指すって。もっともっと生きて、もっともっと人生を楽しみたい。それだからもう死神博士の見過ぎというか、うん、なんていうか、なんかあんな感じになりたいんやろ、要するに。あ、そういうことなの？ SF チックな改造人間とか、そういうあれじゃないの。あの、まあ、例えば銀河鉄道スリーナインの機械の体を。なんかアニメにありがちな。うん、ああ。でも生きることって辛いことですもんね。うん。どうした急に。うん、そうなの。生きること辛いの山口さん。辛いでしょ。そうなの ?200 歳にまで生きたい？でも生き方によるかな。状態によるよね。状態による。もうヨロヨロになって200歳はしんどいよ。うん。友達だってみんな死んじゃって、誰もいないんですよ。誰も知り合いがいない。知り合いがいない。自分が地球上で最年長で、友達みんな死んだってなって。ね、うん、わけわからん人間ボンボン囲まれてね。うん、250歳って俺の8代目のじいちゃんの、8代目のじいちゃんよね。8代前。8代離れたらもう顔も雰囲気も違うもんね。うん、喋ってる言葉も違うし、やっぱり、ね、そんな長きしたらね、その時代に浮いちゃうと思う。浮いちゃう。でもちょっとずつ馴染んでいったらいけるんじゃん。いけるのかな。あの明治時代の人の喋ってるレコードとか聞くと、蓄音機のやつデータを聞くと、結構今の人と言葉が似てる、ね。似てますか。うん。だから幕末ぐらいまでだったら通じるから。でもさすがに江戸時代の言葉はなかなか。はい、はい、うん、江戸時代中期から前期はやっぱり120歳ぐらいが上限でいいのかな、うん、人間は言葉も分かんなくなってきますよね、入り言葉とか、うん、今だって私18歳ぐらいの女の子の会話ちょっとたまに分かんない時ありますよ。どんなやつですか、例えば。なんかカタカナとか多い。この前ね、リナンナンちゃんからメール来て、はい、ね、何のことやら分かんなかったんだけど。おー、マジっすか。なんだっけな。嘘や。今ね、リナンナンって、リナンナンさん100、100ちゃうわ。20歳ぐらい。年齢言ってよかったから。分かる。分かるかもしれない。リナンナンさん、まあ若いですよね。若い、ね。若い愛。だから、あの、言葉も若く、うん、あの、使ってるんだけど。分からんかったんですか。だけど。どんなの？それでもすごいよ。ワクテカ。ワクテカ。うん、ワクテカ。あ、ワクテカはね、なんか聞いたことある。要するにネット用語ですよね。へぇ、最近は、うん、だから、これ説明してもおかしいねんけど、すごく期待するがあまり、こう、うん、お肌がテカテカしてる状態で、これ説明しても分からへんよね。ワクワクテカテカ。ワクワクテカテカっていうことなんですけど、テカテカ、なんかこう、テカテカは何ですか？人間が。WKTK って。余計ややこしくなる。こう。まあ、期待しすぎてなんかこういう感じで。テンション上がってます。上がってるっていうこと？そうそうそう。正座してワクワクして待ってて、ツヤツヤってしてる。あ、そういうこと。そういうアスキーアートがある。これ、ワクテカって言ってね。頭文字取ってね。WKTK。だから、例えば新商品が発表される発売日まで WTK、WKTK みたいな。それは誰が最初に考えたの？さあ、2チャンネルの人なんですよね。ね、誰かが言い始めたんちゃう？いや、もう文字で、カタカナでワクテカですって返事が来たの。あの、かわいいスカートをリナンナンちゃんにあげたんだけど、それを送るねって言って、はい、そしたら最後にワクテカですって来て、で、私返信できず。そこで止まってるみたいな。なんて返していいのや。私のスカートどうすんのやろみたいな。何がワクテカなんだろうみたいな。じゃあ、あの、返してあげてください。うん。ワクテカやっと分かった。そう、ワクワクテカテカ。だから、すごい楽しみですっていう。あ、そういう意味なのね。このスカート履ける日が楽しみですみたいな。そうです。いい意味です、いい意味。そうですか。言葉がもう通じなくなってきてる。
いや面白いですよね。うん、だからそんなんでもそうやねんか、242やったらもう何も分からへんでしょ、ね。もう分かんないでしょ、ね、うん。見るテレビないでしょうね、多分 ね。全部わけ分からへんもん。もうみんなが長生きするようになればいいんじゃない、うん、だから。そうそうそう。そしたら浮くことはないでしょ。若い状態で長生きするんだったらいいですよ。あ、脳がね。ね。ヨボヨボになって何十年もいるのは辛いでしょう。そうそう。ハゲてからの人生が長いって嫌ですよね。でも、そこまでテクノロジーが発達しとったら、もう髪ぐらいふさふさですよ、もうすぐ。うん、なんか発明あったでしょ、髪の毛の。あったんですか、髪の毛。もう髪の毛の話は長なるから、興味あるから山口さん。もうね、増えるっていう、ね、増やしていこう、それはね。興味があるんですね。ということで、はい、ステッカー差し上げ。水素ブルーとか髪の毛増えてきたもん、少しこれ。ね、減っていってる。減ってないな。でも減ってはないですね。減ってはない。減ってはないですよ。マジです。マジです。うんうん。山口敏太郎の日本大好き、今からお話しする怪談は、ある友達の知り合いのおじさんの姪っ子の旦那さんの上司の奥さんが飼ってた犬から聞いた話なんですが。こんにちは、一休妖怪伝漫画担当の岩佐美希です。山口先生、もっと原案早く上げてくださいね。僕はもう結構早く脚本書いてる方だけどな。うん、時は南北朝の動乱期、妖怪退治を行う美少年の僧侶がいた。その名は一休。ドエスな一休にドエムな新右衛門、マッチョな将軍様、女底の茨城童子、面白すぎるとダウンロードが12万を突破。 Android、iPhone の無料アプリとして発売中。あ、皆さんぜひ一休さんの活躍を期待してください。あと森吉の頑張れ。はい、山口敏太郎の日本大好き大好きコーナーでございまーすね。コーナーできた、そうですよ、コーナー化しましたね。過去100回に及ぶ山口敏太郎の日本大好きの放送回からリスナーの皆様から問題をいただき、パーソナリティ自らがクイズに答えるコーナーです。今回は、獅子丸16さんから問題もらっております。はい、回答者は山口敏太郎さん、2代目女性アシスタントの水木ノアさんです、ということで。はい、回答者なんだ。俺の回答が封じられるというね、本当にそれでいいのかという構成ですけどね。いいですよ、別にできるならやってみましょう。私はだって全然わからないですよ。問題来てますよ。で、1問目問題。はい、日本の三大妖怪は、酒呑童子、九尾の狐、大竹丸。ね。日本の三大怨霊は、菅原道真、平将門、崇徳上皇。では、日本の三大幽霊は、ということで、これ、ただのクイズちゃうの？え、何？これを読んだ、言うたんでしょうね、多分、ラジオの中でね。俺が言うたよね。ああ。じゃあ、マジで答えるっていうこと。そういうこと、ね。はい。お岩さん。はい、一人当たりです。はい。何これ、おかしいおかしい。なんで俺が当たりです。当たりですって、敏太郎さん言ってる。役割が。まあ、ええわ。はいはいはい。あ、じゃあ、ノアさんに聞いてみよう。お岩様と、うん。うん、皿数える人。つまり何さん？何さん？皿数える人は何さん？なんだっけ、名前出てこない。出してみよう。言うていったら多分。番長皿屋敷の。そうです。そうです。あ、これでいいのかな？お、まるまるさんです。お、なんだっけな。多分出していったら。おさらさん。おさらさん。そのままやだけ。そんな名前ないだろう。おもろいな。お猫さん？いや、これですよ。お耳さん。こう、はいってこれ。はい。お花さん。あ、近い。つまり、鼻の中でも。鼻の中でも。あなたの話よ。お菊さん。お菊さん。ピンポンピンポン。はい。さあ、もう、最後の一人。お岩さんと誰だ。最後の一人、これ出てくるかな。え、じゃあ雪女？違うか。妖怪で、そういうメジャーなあれがね。まあ、茨城県。これ俺分かりませんわ。ほんまに。知らん？うん。やっぱり女ですか？女ですね。幽霊といえば。女の人なんや。これ第40回で言うたらしいですよ。まあ、代々たった、3代にわたったたった。
3代にわって渡って戦った、うん、これはどうかな。祐天寺のモデルだった祐天上人が死をかけてまで封印した怨霊ですね。怨霊というか幽霊やね。うん、有名ですか。それ全然ヒントになってないと思うねんけど、俺昔すっごいね、うん、俺の世代のドンピシャの AV 女優さんにこういう人がいたなっておった幽霊みたいな人、桜木、ああ、ね、おったな。へえ、めっちゃ好きやったわ。そうめっちゃ好きやった。要するに女の人の名前としてありますね。あるある、カタカナ、うん、そうです、そうです。まあ、その読み方、二つ読み方があって、うん、何やんやないかーい。二つ読み方。あれ、ワインの人樋口と、なんだ、樋口カッター樋口カッターの人。違います、違います。カッターさん、そんな名前だ。違う違う、もう一方、もう一方。もう一人、なんていうんだっけ、人の名前。何やんやないかーい。フランス的な名前ですよね。そうよね。なんとか、南西。うん、南西。ルイ。はい、正解。うん、なんじゃこれ。このクイズ。重ねと読むのが正しい。重ねって読むんですか。ルイルイ。ルイがぶちっていうんですか、これ。重ねがぶちです。重ねがぶちの重ねさん。これルイとも書いてる。音量がどんどん音量を重ねていくから重ねがぶち。これ、ルイ系のルイと書いてね。ルイ系のルイ。で、重ねと読むのが正しいですね。そうです。はい、まあ、知らない。その四谷怪談の元ネタです。あ、そうなんですか。実際には話です。ということで、四谷怪談のお岩様、番長皿屋敷のお菊さん、重ねがぶちの重ねさんですね。さん、はい、意外と盛り上がっております。はい、意外と。第2問、うん、便器のデザインをしようと TOTO の試験を受けた牛崎千佳さん、へ、交換職だった先方が採用を断念したと思われる牛崎さん側にあった原因とは一体何でしょうか。ちっか、第44回、あ、これ覚えてる俺からの出題でございます。どうなさんにやってもらう。覚えてる、覚えてる、記憶してるよ。そう、うん、これ、牛崎さん、とうとうトイレのね、トイレのデザインをしたくてとうとうの試験を受けに行って、はい、まあ、ある問題よ。でも先方が採用を断念した。断念した。で、牛崎さん側に原因があった。原因があったの？いうことですよ。そもそもなぜ便器のデザインをしようと思ったんだろう、ね、しようと思ったかっていうのだよね。うん、これはね。でも、千佳さんがなんで採用されなかったか。そうです、そうです。難しいな。これは何？うん、納得系ですか、それともお笑い系のオチですか。まあ、非常に論理的な、うん、論理的な向こうの判断。そりゃそうでしょうね。そうですね、うん、まあふーんっていう、まあそういうこと、そうねっていう、うん、はい、女性の便器にしか興味がないとか。男性のさ、そんなことはない。あ、はい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 、そんな人いないでしょ。縦の方は嫌だと。嫌だと。あれは見たくもないんです。うん、そう。あの、座るやつしかやらないって言ったとか。そんなやつ嫌だ。とうとうとしては、いや、縦も作ったると。うん、そう。どっちも平等だみたいな。そんな平等な喧嘩になったら。空不採用なるわな。空あかんわ。かなり異常者です、ね。異常者です。それじゃあ、もっとね、もっとね、ああ、そりゃそうでしょうねっていう。そりゃそうでしょうねっていうことなんだ。そりゃ無理やな。っていう、まあ、はい、なんていうんですかね、交換職だったのに、交換職だったのにですよ。ちなみにこの TOTO の本社っていうのはどこにあるんですか、ね、おお、いいって感じじゃないですか、うん、それは。え、TOTO の本社都内ですよね。いや、そんな交通の便のいいとこではない。いいとこではない。あ、そうなんですか。確か行こうと思ったが通えないとか、そういう理由、遠すぎて。あ、いいんじゃないですか。あ、通えないところはいいんじゃないですか。通えないところだった。うん、車がないとか。おう、うん、車がないということは、つまり資格として、資格として免許がない、うん、そう、正解でございます。はい、あ、牛崎さん免許持ってない。免許ないんだ。あの人持ってないでしょ、確か。へえ、ゲンチャリだけかな。あ、本当に。確かゲンチャリは持ってたかな。確か、まあ、逆にゲンチャだけは持ってんや。確かゲンチャだけ取りに行ったんや。じゃあ、そうですね、だって昔高校時代現地だけ取りに行ったりしてたの。あ、そうなんや。あ、なるほどね。いや、でも普通自動車取ると一緒についてくる。うん、まあ、ね、車の自信がない子が現在だけ取りに行ったりしょ。そういうのもあったのかな、うん、なんだ、うん、車の免許が必須だったんですね、TOTO は。いや、なんかね、
そのなんかその職場が勤務するとか車がないと行けんようなちょっととこだったみたいな、うん、それだったらやっぱり行ってもしょうがなかったですよね、面接ね。そういうことですね、うん、まあまあそういうことですね。抜けてるっていうようなお話か、うん、うん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 、はい、第3問いきますか、はい、北斗の拳、なんと五射精の男、雲の十座のモデルではないかと山口先生が考える日本 SF 界の始祖の一人とも呼ばれる徳島出身の小説家とは、第48回からの出題でございます。これも分かってる、自分で考えたことそうやね。北斗の拳って言ったらケンシロウとユリアしか知らないわ。雲の十座という、なかなか雲の十座は知らない。交換が雲の十座、知らん、雲の十座モデルになった小説家っていうことですね、うん、そういうことです。強そうやわ。強いってことか。で、SF SF 界の始祖、うん、SF 界、徳島市、SF の小説って言ったら何、星新一とか、まあ、海底軍艦とかね、いろいろ、あの、そういうモチーフを作った人。ちなみに、こんな人です、画像は。十座さんはこんな人です。こんな人いないでしょう、普通。いや、顔は北斗の拳だから違う。こんな強くてイケメン。なぜモデルではないかと山口さん思ったんですか、結局。音が似てるから。うんうん、音。発音する言葉、名前が。名前が似ている。で、しかも、あの、武論尊先生が、そのモデルになったとされる人のファンだったから。ちょっと待ってください。ああ、徳島小説家、徳島出身の。すごいですね、この出題してネットで検索して調べ出すっていうクイズ番組にはありえない、ね、ありえない、完璧。もしたら何もでも分かるんちゃうかっていう、ね、こういうのカンニングって言うんだよね。 SF の小説家で徳島出身ってもおらんで、ね、その人以外。だからそういう場合はね、十座モデル小説家で検索したりする。あ、そうか、そういうただこれ山口さんの一説考えでしょ。考えだから。いや、俺以外でも言うてる人おるみたいよ。あ、もうこれね、あの、北斗の拳ウィキに書かれてます。マジで。名前のモデルは、この人、うん。要するに、十座と似てるわけですね。うん。十座。名前です。あ、運の十座。うん。運の十座を雲と言いました。あ、雲の。これ、運のって言うねんや。ほんとだ、雲、運の十座って読むのね、この雲はね。運のって読むの。いやいや、あのモデルになった作家さんが運の十座。運の、そう。で、この人も、でもかん、その人は雲にして、雲の十座。雲の十座と。雲の十座でいいですか。雲の十座のモデルは運の十座、ね。運の十座だ。海の方でね。うん、あ、これは完璧にそうですね。だと思いますよ。はい。この方は有名なんですね。あ、めちゃめちゃ有名。うん、SF 小説好きな人みんな知ってる人ね。手塚治虫とかね。影響を受けた。そうなんですか。戦争前の作家やね。あ、そうなんですね。俺も近所に生まれたおっちゃんや。で、体が弱かったから、戦争終わって、しばらくして死んでしまった。あ、そうなんですか。あ、古い作家さんで、運の十座さんということでね。なんか名前のモデルと言ったら、あの、うん、ガンダムだっけ、シャア・アズナブル。うん。はい、まあ、もともといる本当の名前から取ったんですよね。誰が取ったんですか。なんか、忘れちゃった。シャア・アズナブルは、スマホなしでは、ありえない放送になっておりますね。見られない。みんながスマホを調べている。マツコさんにすごい言われそうよね。マツコさんこれ嫌いでしょ？何でもスマホで調べるっていうの。覚えない、ね。シャア・アズナブルは、もともと、シャア、ほとんど同じ名前の作曲家がいるんかな。ぽいぽい、作曲家。なんだっけな、フランス人。で、同じだと思ったんですよ。こっから撮ってるはず。あ、でも私も、まあ、情報が中途半端すぎて終わり。もうここで、これ以上言えません。もう調べてきます。終わった。うん。じゃあ次の宿題にしてきます。次の宿題にしてきます。はい。じゃあ最終問題です。お笑い番長南部一彦さんが編み出した中高生男子リスナー必聴のバレンタイン必勝法とは、これは、第25回、ね、だいぶ初期ですね。はい、これはもう、あ、こんな古くから俺言うてんねん。これは未だにもう僕はポリシーとしてね、バレンタインでバレンタインでね、あのね、2月14日にね、うん、もらえるかもらえないかみたいなことをね、うん、男と抜かし寄るわけです、うんうんうん、それはもう必勝法がある。
それは必ずもらえる、必ずもらえる必勝法があるわけです。これなんて言ったっけ、俺うっすらしか覚えないな。必ずこんな理にかなったことはないぞというね、もう1分前ですけども、早めにボケていただきたい、必ずもらえる必ずですよこれは。じゃあね、当日、うん、お弁当忘れるとか、おー、食い物がない、おしゃれな回答やな、うん、かわいい、その回答かわいい、チョコレート持ってる人いっぱいいるじゃん、あ、お弁当忘れたっつって、じゃあ一個ぐらいいっかってみんなで、昭和の漫画かみたいなかわいいね、違うか、あ、違うんです、違うんです、あ、もう職場であろうがね、学生であろうがもう全ての人に通用する、通用する、どこでも通用する、必勝法ですか、必ず勝つ方法ですからね、必ずもらえる方法ですね、その日に、うん、昨日まで付き合ってた彼女と別れた宣言をするとか、まだおしゃれなトレンディーな回答やなこれ。もうちょっと何、もうちょっと違うの、ロマンティック、ロマンティック、やばいの、もう時間がないんでね、わかんない、答えさっと言いましょうか、はい、答え、前日に女子全員へマシュマロをばらまく、ね、それは返してきおるでしょ2月13日に配り倒すんです。配るんですか ?13 日に。はい、あげます、あげます。いや、そんな意味はないね。あげます、あげます。ああ。絶対返してくるでしょ。そんな。そうか。ええ。それでやっぱりやってみました実際。やってんのそれ。まあ僕はやらなくてもいっぱいもらえるのでね。まあね。へえ、そうや、ね。今年はどうだったんですか、今年はね、お母さんと、バイト先のおばちゃんから2ついただきました。詳しいな。そうです、そうです。こんなこと言ってましたね。なるほど。前日に配るね、こっちからね。そうです、そうです。待ってるからダメなんです。うん、待ってても何も降ってきませんから。待っててもダメだね。ねえ、ということでしたけども。いけますね、このコーナー。面白かったです。これ続く、ね、いけそう。これいいかも、いけそう。うん、続く、はい。俺一抹の不安があるけどな。うん、大丈夫か、まあたまにやろうじゃないかという、はい、たまに、たまに、たまにやったよ、はい、じゃあステッカー差し上げます、ありがとうございました。山口敏太郎の日本大好き、福島には UFO の形をした UFO ふれあい館という市の施設があります。諸君、山口敏太郎の妖怪博物館へようこそ。我が輩が作家の山口敏太郎である。世界中から我が輩が集めた数々の珍品と貴品を諸君に紹介しよう。まずは吸血鬼チュパカブラのミイラだ。おっと、背中を向けるとこいつはやばいぞ。次は角が生えたウサギジャッカログラ。こいつを待ち受け紙にすると幸せになれると言われてるんだ。さらに謎の生物ケサランパサラン。まだまだこんなもんじゃないんだ。宇宙人から許可された UFO の撮影許可書。さらにさらに呪い面の実物大写真。またフリーメイソンコーナーもあるんだ。お台場デックス東京ビーチ4階台場商店街にあるのが山口敏太郎の妖怪博物館。諸君、ぜひとも来てくれたまえ。はい、エンディングですけども、お便りね、いただいております。これ、もともと山口敏太郎に危険に送られてきたもんなんですけど、うん、はい、ルート35さんからのお便りです。こんにちは、2月の初め、相上さんがニコ生配信していた、愛知県桃太郎神社のレポートを楽しく拝見させていただきました。うん、配信ではあまり触れられていませんでしたが、桃太郎神社では、鬼の珍宝や、鬼の金棒、桃太郎の生まれた桃などが展示してあると聞いたことがあります。もっとも全部本物とは思いませんが、一つぐらい本物があればいいなと思っています。桃太郎はもちろん作り話ではありますが、実際モデルとなった話はあるのでしょうか。また広く知られている日本の昔話などで、実話が元になったケースはあるのでしょうか。ご存知でしたら教えていただきたく思います。というね。なるほど。うん、まあ展示物はね、宝物殿の中にあるんですよ。宝物殿、珍宝も金棒も、うん、でも、うん、まあ全部鉄でできた、後で誰か作った、あ、ね、まああのフェイク偽物ですね、うん、で、まあ一応まあ神社のあのお宝と、うん、いうことで、まあシャレグッズとしてやってますね、うん、で、あの桃太郎の元ネタはですね、
あの岡山県に裏という豪族がおったんです。はい、で裏を、朝廷が征伐に行って、それをやっつける話がモデルで桃太郎ができたとされてまして、裏はまあ地元の地方豪族で、まあ、ものすごい強い人だったから鬼のモデルになったと。うん、で裏が使ってた城跡も僕は行きました。でまあそれがまあ一つの鬼ヶ島的な扱いで、あの要塞の跡みたいなのがありますね、山にこもって。だ山にこもって戦う山賊とか盗賊みたいな裏という、まあ、地方勢力を朝廷がやっつけた結果が桃太郎という話になったと。うん、というふうにされてますよね。鬼ヶ島がね、あそこにあるんですよ、あの高松の沖合に。高松港からフェリーでね、ちょっと行ったところに鬼ヶ島があって、そこは鬼が住んでた、うん、で洞窟がやって、そこが拠点だったと。でどうも海賊らしいんやけどね、うん、で鬼の人形とか置いて、まあ、観光客が回れるようになってて、それも俺2回ぐらい行ったかな。で、うん、そこはね、あのあれですよ、あの明らかに瀬戸内の海賊をモデルにした鬼ですね。うん、だからね、やっぱりね、あの鬼ヶ島とか鬼とかね、そういうのはやっぱり実在のモデルがあってはめられることがよく多いです。やっぱりそうですね。うん、そうです。これ何、相神ちゃんは桃太郎神社にまで行ったの？愛知県にね。へえ、行ってるんだ。え、そうなの？そんなことをやったの？あのテレビ、名古屋テレビで UFO を読んだよ。この時点だと終わってるけどね、うん、今この放送の時点では。じゃあそのついでに桃太郎神社に行ってきたんですかね。前乗りして行ったみたいね。あで村さんと相上ちゃんともう一人前が踊り狂って UFO を読んだら、うん、来たんですよ。来たんですか UFO が。本当に、うん、で俺ここにこう田中さんがおってさ、うん、うわ田中さんの一個だけイエローって番組よ、名古屋テレビの人気番組、うん、田中さんの番組で読んで実験して来なかったらシャレならんなと思って、8時間ぐらい俺寒い中で村さんと相上と森富がこう UFO を呼んでる横で、俺も一緒に呼んでさ、うわ失敗したらどないしようと思ったけど、どういう来ましたよ。どんなのが来たんですか。なんかこんな光ヒューって上昇してヒュッと消えた。あ、そうなの。おその前の日に桃太郎神社に、うん、まあ、あのホテル取ってこまったけどね、うん、で俺はちょっと仕事で行けらんないけど、前の日は、うん、相上ちゃんと村さんはスタンバってたわけよ。その時に桃太郎神社に行ってちょっと取材してみたいね。相上はガチでオカルト好きやからね、うん、あのだからやっぱりこの桃太郎を祀ってると言われるこの、うんね、神社は行かざるを得ないと、ね、犬山にあるんですけどね。はぜひ皆さん行ってください。これあの楽しそう、行ってみたいです。子供の、ね、成長とか、うん、あ、まあ、あるいはあの桃太郎さんですから、はい、やっぱりそのなんていうんだろうね、その分長久というか、うん、勝負事とかやる人はぜひ勝ち運を取りに行ってください。はい、ということでございますけど、まあね、エンディング突入していきたいと思いますけど、はい、各種告知などね、うん、皆さんございましたら、うん、どうですか皆さん。3月先すぎてわからん。4月にね、うん、1件あります。あ4月15日に、うん、四谷のドッポっていうライブハウスでゴスペルライブします。おお、はい、ドッポって国木田ドッポから撮った、国木田ドッポから撮ったのかな、聞いてみますね今度。独立ドッポから撮ったんですかね、うん、どっちでしょうね、うん、でもね、あのアルファベットなんだ、 DOPPO。 じゃあ英語、英語なのかな。ドッポって英語ありましたっけ。いやー、わかんないですね。ちょっとそれはゴスペルに絞ったライブですか。うん、この日はゴスペルだけです。あ、の最後にいろんな人が出て、うん、みんなゴスペル、私とあの、うん、安村京子さんっていう2人のシンガーと、うん、あとバンドメンバーが3人いて、うん、でゴスペルだけを歌うっていうワンマンライブなんですけど、それもありですね。それもね、あの、うん、まあ、定期的に3ヶ月に1回ぐらいずつやってるので、あのこの前のね、あのバレンタイン のワンマンに来れなかった方はぜひ、うん、今度はオリジナルじゃないですけど、あ、来ていただければ、ね、4月15四谷ドッポです。バレンタインワンマンライブどうでしたか。あ、これも 大盛況で、うん、それであのメンバーの2人が開始時間間違えて飯食ってて、あらお客さんもスタンバってんのに来ないっていうね、姿が見えない。どうしたんですかそれは。いや、もう10分遅れで来てしばきましたよ。もう大先輩ですけど。え、じゃあもうステージ始まってるんですか。始まってお客さんももう何だろう、始まんないなとか、7時過ぎたのにって。そしたら2人の男の人がお客さんの客席を塗って、すいませんすいませんって言って、あれこの人出る人じゃんみたいな。7時半だと思って。7時半だと思って。わあ、それは。でご飯どっかで食べてて、キーボードの人と
ギタリストが、二人が、うん。で、もう本当に大先輩で今まで丁寧に、丁重に扱ってましたが、はあ、あの、しっかりしてください。もうライブ中にはもう芝居てやりました。そんなところから始まりの。そんなバレンタイン。はい、そんなバレンタインで50個ぐらい配って、はいはいはい、この日のためにチョコレートをこうね、作って、初めてですね、こんなにバレンタインデーに頑張ったのは。だってあんまり私バレンタインデーにチョコレートあげるとかいう習慣が。50個作るのは大変でしょ。うん、でもあの、買ったもんですよ。うん、買ったものをね、あ、梱包してこう梱包して、いろんなこう袋に入れて、こう、一人一人なんか内容が違うようにしたりなんかして、スタッフさんにも配って、メンバーさんにも配って、みたいな感じで、50個ぐらい作って。それはなっちゃうよね、それな、はい、あの。楽しかったです。あれですか、福島のライブは今年は予定？福島のライブはね、できれば夏ぐらいにやりたいなと、うん。なるほど。うん、レコーディング中なので、今、レコ初。重人コンテストは来年ですね。2017年。難しいですね、宇宙人コンテスト。どうしたのどうしたのなんで難しいのなんでそんな苦虫を噛み潰すような、その、まだ何なんですか、どうしよっかなみたいな。どうしよっかなみたいな感じでございます。はい。そうですね。ナムさんはナムさんは、え、僕はないですよ。僕、うん、お笑いでコンビ組むんで、事務所で。そうです。聞いてます。はい。うん、それで多分ライブはやってるんじゃないですかね、もう。この頃はもうやってるかな、うん、決まってない、決まってない、そうですね、うん。今のこの収録時点ではまだネタ書いて、うん、初ライブもまだなんで、うん、これからですね、うん、どうなるか、うん。え、その、コンビだけである他のコンビも呼んでくる、え、え、あ、いや、もちろん、ブワー出ますよ。ああ、ね、いっぱい出ますね。若手から、単独ライブとかじゃないし、さんから、いろんな事務所の方々。なるほど。はい、出ますんで、まあ、ちょっとやっていこうかなというね。いよいよか。まあまあ、これ聞いてる方は何の興味もないでしょうけども。いや、私行くって言ったら。そんなことはないと思う。ライブやるときに。来ていこうちょうだいでいいって言った方がいいと思う。ほんで言わへんのがあかんよな。うん、でも言わへんけどね。なんで言わないの、いいんですけど。おると思うけどな、南部ファンもおると思う。南部ファンはこのラジオ聞いてないですから、いますけどもね、まあまあ、でも、はい、そういうのでちょっと頑張っていこうかなと。はい。そうなんですか。楽しみ。思ってますけども、うん、山口さんはまあいろいろあるもんね。いろいろありますからね、テレビに本出さへんの、本。ね、うん、今度またあの、まあ、某社から怪人を網羅した、世界中の怪人を網羅した怪人図鑑が。怪人？多分4月、あれ4月？関口くん。4月ぐらい。怪人っていうのはどういう意味？怪人。あの、スプリングヒールジャックとか、あのフライングヒューマノイドとか、怪物の怪の人、センテンススプリング、うん、違う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 、人間の形をした怪しい、あ、怪人か、あの怪人21面相とかね、その怪人、ああいう人型をした変な人たち、怪しい人たちの図鑑が出ます。うん、それからあと何やっとったんやって俺今、他なんか本出るんだったっけ、出るかな、あ、あとあれか、昭和のオカルト本が出るんだったっけ、宝島から、宝島から教授で昭和のオカルト本が出ますよ。それから何やっとったかな、それから何やってた俺。そんなもん、ね、今その2冊に変わっただけやね。うん、でもそれが終わったらまた書かないといかんのがあるんじゃん。笠倉か。笠倉出版の本だよな。うん、まあ、また夏また地獄の労働が続きますよ。はい、もうだって出版社来てももう断らないかんぐらい来てるから。うん、6社ぐらい不義理してるの溜まってるから、終わらんもんね、やってもやっても。昔ほど無理が効かんようになってたんで、徹夜もできないんで、体調悪くて。徹夜は厳しいですよね。いや、もう年は取りたくないなって感じですね。そんな年齢を感じてるんですか？感じてますね。スピードが全然違うから。前はもう全盛期のスピードは関口君知ってるからさ、鬼のようなスピードやもんね、マックスだと。で、秀吉の中国大返しと一緒で、めちゃめちゃ早い。うん、まあ、それで仕事のを増やしてきたってなるんだけど、でもそれはやっぱり40代までの話でしょ。40代まで。いや、もうだん、日増しにスピードが遅くなってます。まあ、老眼やしね。まあ、こんなもんかな。老眼、まあ、あと、中澤くんがのドラマ化。ああ、中澤くんがね、ドラマ化されて。松井玲奈の、ね、はい、素晴らしい、うん。うん。まあ、あいつもこれで、ちょっと作家として生きていける目処が立ったんじゃない、うん、っていう感じかな。うんうん、あと花子が4月4日にデビューですよね。うんうん、ああ、そうですか。あのクレイジー SK B、うん、B さんの、はい、あのレーベルから、レーベルからインディーズレーベルやけど、まあとりあえず1枚目出してみようかと、はい、うん、出してみるっていうことですね。うん、う
まあ、パンクの道を行くということですね、はい、うん、今のところそんな動きかな、うん、うん、すごいな、曲出すんや花子さん。まああの路線でね、うん、まず最初はやってみるだけです、うん、オリジナル曲でしょ、だってオリジナル曲はねまだ出来上がってないんじゃないかな。あ、じゃあないの、うん、カバーやるのかな。最初はあの殺害カビリールとかそこでのカバーをやる、カバーやるんですね、うん、うん、だからまああれちゃうかな、パンク、そうね、ベビーメタルがあるから、うん、パンクも女の子のパンクもあってもいいのかなというところはあります、うん、だからね、あの殺害演歌美乳さんがああいう路線で生き残ってるから、うん、まあそれは花子がああいう路線に行くのがいいのかなっていう感じだね、うんうんうん、まあ彼らプロレスもやってるからね、うん、できれば花子もリングに上がってもらえたらなというところがありますけどリングに上がるんですか。でそうこうしてるうちに岐阜とか徳島がまた動き始めるから、うん、また今年の夏も忙しいのかなといった感じですね、うん、ね、いろいろやっていこうかなと、はい、言ってるんですけど、ね、もうノアさんがね、はい、おしとやかやわそう、今日本当2本分の2本目やけど、2本目だけどなんかね、うん、アダルトな、なんか嘘、マジですか寒いんですよ多分ね、ほんまに元気ないな、これ元気ないそういうことどうしたんすか、ノアさん、うん、そういうことやりましょう、うん、はい、ね、元気ない明るく生きていくことは辛いんですよねそういう意味じゃない、またそんなんや、またそんな、うん、どうしたん、悲観的やな、今日は単にね、体が疲れてるんです本当にそうなの、ちょっといろいろ忙しくって立て込んじゃったからそうですね、ライブも終えてですもんね、そうそう、その後福島すぐに行ったし、ね、そうなんだかんだで今日はちょっとお眠い、最近あのあれですね、老人ホームみたいなところのこう慰問でもあるんやって、やらない、最近ね、慰問ちょっとね お休み中なんですけど、あ、あれはまたやらない、それはね、あの、うん、相方がマンション買って忙しいんですって、うん、あそれだけの理由です、うん、マンション買って忙しい、夢のない理由、そうなの、マンション買って引っ越ししたんですよ今年、あの一緒に回ってた、一緒に回ってた相方が引っ越し作業とかでバタバタして、うん、そう引っ越し作業です、単にそれで慰問行って、で私は単にこう待たされて、慰問ってどうなんですか、今から慰問、来月慰問行っていいですかって電話するんです、あ、うん、慰問はね1ヶ月前ぐらいに、うん、あのこっちの空きスケジュールかなんかを、来月慰問行っていいですかって電話すんのって何ちゅう質問、そうね、電話はしないって向こうから来るの向こうから来るんですか、慰問、だって向こうから来ます、慰問してください、うん、この日どうですか、うん、それはオファーが来るんですよ、うん、それはね、で私たちも交通費ぐらいもいただける、交通費くらいはちゃんと出ます、交通費とかお昼ご飯とか、あ、そういうのはギャラはないけど、うん、なんかその足代と飯が出せると、足代とそういうのは出ますね、あ、そういう仕組みなんですね、慰問、うん、の世界って、そうなんです、はい、まあまあでも頑張っていこう、頑張って、慰問もね、まあこれ、ね、そろそろ俺も慰問したいな、慰問して何オカルト喋るんですか、あの死後の世界なんで、死後の世界などうしようでしょうから、縁起でもないよいやこれから行くことどこやからさ、ちょっと俺がこれから皆さんが行く世界はっていうの世界はってあかんよそんなあと5年もすればいいで、すごいブラック状、あかんあかんそんなもん、安心してください、あの安心でけ、あの世はもう怖くないですよ、あの世はもう丹波先生がおっしゃってる通り大丈夫ですから、まあ多分楽しく聞いてくれるでしょう、ね、と思いますけどね、お便りお待ちしております。 nippondaisuki2005@yahoo.co.jp 日本大好き2005@yahoo.co.jp までお願いします。番組公式ツイッターは @bintaro_nippon、 お便り採用された方には特製ステッカー差し上げますということで、はい、はい、ゲストまた呼んでよまた、うん、あ、パンク町田さん呼ぼうか、うん、動物研究家とか、マジっすか、うん、あのいいじゃないですか、 AKB とか出てる人で、はい、結構なかなかあのいろんな業種の人呼んだら面白いでしょ、いいですね、面白いですね、あの昆虫の博士とかな、この間の中澤伊藤のやつがもうギャーギャー言うてるだけやったからあ、でもあれはあれで評判ええけどね、まあまあまあ、まあね、面白いっちゃ面白い、またいろいろ呼びましょうということで、また次回です、さよならさよならさよなら。朝日ストリーペ今夜もまた街が呼んでる、熱にうなされた青春の記憶が張り出し
者たちの夢が続けてる俺たちの胸で、そしてもう一度夢見ることを夢見る。 We are such a sweet